で三等価シリーズの作品の中で、まあ、三等価さんのお人形というか三等価さんをメインにしたあの作品という形でもいろいろ作品を作っておりまして、まあ、この作品はその中の一つなんですけど、三等価さんは、まあ、旅にですね出て毎日日記を書いてるんですね。でそういう本を読んでいくと、いろいろ、まあ、状況が出てくるんですけど、まあ、この作品はあの、まあ、旅の途中に、まあ、多分これは捨て犬っていうんですか、一人の一匹の捨て犬とが出会って で、まあ、三等価さんに、じゃれついてきて、まあ、可愛い子犬がいたというふうなことで読んでいる句なんですけど、まあここに可愛い子犬がこう三等価さんの杖にこうじゃれついてきて、まあそれを三等価さんが「およしよし」というふうにまあ言ってる情景ですけど、まあここのところで何を言いたいかっていうと、三等価さんも一人でこの捨て犬も一人と、そこのところでお互いに、まあ孤独なというんですかね、まあ、そういう身の上というか心情、その辺で三等価さんが子犬と心を通わせたんじゃないかと思います。でそこのところで、一種俳句を作ったというふうなことだと思うんですけど、まあ、そこのところの条件が非常に気に入りまして作りました。でちょっと全体を、ご覧いただくように一周回してみますのでご覧ください。この作品はあの三等価さんが独立した、まあ、情景というんじゃなくて、まあ、お人形さん、これをメインにした作品ですね。まあ、いろいろとこういう作品、お人形さん、いろいろな情景を作品しております。